にちは。今日は屋根吹き替え現場の完了状況を見に来ました。では行ってみましょう。はい、今屋根が完成した状態で、これから外壁や塗装ですね。ですね。はい、入る感じです。屋根は、大口スーパーで施工させてもらってます。綺麗ですね。そうですね、こんな感じで仕上がってます。でこれから外壁塗装に入ります。ここも屋根ですよね。屋根です。ここだけなんでやってないんですか？ここはですね、まず大屋根を仕上げさせてもらって、まだ、施工途中で、はい、外壁塗装がまだあります。で、はい、この下屋根部分を仕上げてしまうと、塗装の時とかに傷んでしまったりだとか汚れてしまうっていう可能性があるので、ここの下屋根に関しては、塗装工事が終わってから、屋根完成させるような感じです。なるほど、はい、理由がちゃんとあるんですね。そうですね、こういうところもまあ細かいところまで、まあ、気を使いながらというか、はい、作業を進めさせてもらってます。納得しました。はい、ありがとうございます。以上です。はい、何してるんですか？幅が狭いところと、はい、足場が立つかどうかっていう確認と、もし高かった場合駐車場のカーポートを一度外させてもらって、はい、足場を立たせてもらうっていう、それに事前調査ですね。なるほど。このルーフカーポートの何枚ばらせばいいかとか、はい、あとは どの場所をばらせばいいか、全部ばらさないと足場立たないのかっていう確認をさせてもらってます。なるほど、はい、そういう確認もしなきゃ作業できないですもんね。そうですね、うん、事前調査っていうのは結構重要なところで、はい、でこういうとこもどうしてもやっぱりこの幅と足場のこのカーポートよりも、あと横と軒の幅が出ちゃってるので、はい、このルーフというか外してやるっていう感じになってきます。はい、なるほど。以上です。はい、ありがとうございます。